みんなでカズさん家にお泊まりを。ちょっと行きたいですけどね。行きたいよ。まあ、カズさん家だと気使わせちゃうんで。まあまあ、福井に遊びに行かせてね、もらってね。うん。福井のスタバでも行くか。ちょっとバカにしてますよ、ね。いや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 、どんなもんかって言った。福井でも美味しいもの多いですよ、ボンさん、日本海だから。厚揚げでしょ？いや、まあそこら辺はまあそんなに期待してないですけど、うん、カニでしょ、やっぱカニ。ああ、一年ガニか。うん、カニはなんか高級ガニがね。美味しいですよ、うん、あっちのカニは絶対。で、日本海だから多分魚も閉まってるから美味しいですよ、絶対。ブリとかも分かんないけど。福井の魚ってあんま聞かないのよね。まあ、特別ね。あそこら辺全部美味しいでしょ、だって。まあだからそうか、周りが美味しいからそうか。うん、うん。カニな、カニ食いてえな。魚も美味しいよね、絶対ね。甘エビとカニらしい。へぇー。甘エビか。僕、甘エビあんま好きじゃないんですよね。そうなんだ。珍しい。なんか喉が痒くなっちゃうんですよ。え？わかんないですか？わかんない。かゆくなるはわかんない。なんか甘エビと かあのイカとか食べると喉かゆくなっちゃうんですよ。うん、わかんないわかんない、うん。全然大丈夫。ちょっとアレルギーなんだと思う。ちょっとだけ。ちょっとした？うん。ちょいあれちょいあれだと思う。へえ。そうそう。甲殻アレルギー。ちっちゃい頃はね食べれなかったんですけど、ね、だんだん食べれるようになったんですけど。うん、厚揚げね。いやでも僕福井に行って厚揚げ食う勇気ないな。なんで？いやなんかこう旅行に、いやいやいや、旅行に行くと、いやまあそうなんだけど、旅行に行くとそのやっぱ自分の好きなものを食べたいじゃないですか。まあまあまあね、まあね。このまあ極論言うと、いや極論言うと、そのコンビニのご飯とか食べたくないじゃないですか、お腹いっぱいになっちゃう。まあまあまあ、それはそうよ、せっかく行ってお腹すかしてとご当地のもの食べたいじゃん。うん、厚揚げ。いやだから海鮮が良くない？別に厚揚げも美味しいんだろうけど、カニ食いたいは分かるけど、うん、甘えば有名、その有名どころならいいけどな。うん、食べられる。福井の厚揚げは別格ですよ。別格だとほら逆に多分気になる。でも厚揚げだよ。逆に気になる。厚揚げってあの豆腐付き？豆腐のなんか周りをなんか豆腐揚げたやつよな、要はな。簡単に言うとね。油揚げは豆腐なきしか。厚揚げ豆腐入りか。豆腐入り。厚揚げでも食べてみるか。そんな美味しいの？って言ってるよ。ほら。え、でもポテンシャルがさ、もう。ポテンシャルが分かんないよ。向こうの厚揚げは本当に厚いのかもしれないからね。そっちの厚じゃない。あ、分厚いのこと。分厚い。いやいや、分厚くなってもじゃない。そのカリカリふわふわ厚揚げ大体そうだよ。ああ、まあ確かにそうね。んうん、えでも大阪から食べに行くぐらい美味しいらしいですよ。どう違うんだろう。本当に？それ逆に厚揚げちょっとやっぱ食べたくなりますね、そんな。うん、あ確かにあっち日本酒も美味しいからね。厚揚げおつまみで日本酒飲んだら最高よと。確かに。厚揚げなのやっぱり。そうです。でも確かに厚揚げってカツさんピンときてなかったんだよな。確かにこの前なんかカツ厚揚げ美味しいですよねって言ったら反応薄めでしたよね。カツさん薄めだった。ああまあまあまあみたいな。カズさんはまあってどういうこと？いや、福井にめっちゃ有名な、有名というかめっちゃ美味しいところがあるのかもしれない。ああ、そうですか。そこのカズさんたまたま食べてないだけとか。ああ。その大阪寄りとかにね。あ、でもあれじゃないその、わかんない。地元の人ほどわかんない説あるじゃん。ああ、それはある、それはある。いや、でも厚揚げって別に普通食うもんでしょ。これが普通、スタンダードになってる。これが普通でしょってなるかもしれないから。なってる、確かに。うん、確かに。例えばカズさんが東京とか、まあ、他の地方行って、うんうん、わざわざそっちで厚揚げ食わんもんね。そう。比べようがない。比べようがない。比べようがない。かもしれない。うん。当たり前よってことかもね。うん。厚揚げ、うん、村で食べてた？カズさんの村で食べてた？